こんにちは、古翔です。世界の名作文学を5分で語る、時には10分くらいかかってしまうっていうような、気楽なコンセプトで世界文学とそれを書いた、作家や詩人について、気楽に気ままに、楽しく語っていくチャンネルです。世界で一番わかりやすい世界文学入門動画を目指しています。はい、面白かったと思ったらぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今日はですね、世界文学全集で必ず出てくるダンテ、新曲についてお話ししてみたいと思います。だいたい世界文学全集だとですね、ホメロスというですね、ギリシャの詩人が来て、で、ダンテが来て、シェイクスピア来て、ゲーテ来るみたいな感じで、だいたいこう世界文学のこう最初の頃にね、あります。でも、日本人でダンテ、名前はね、誰でも知ってると思うんですけど、新曲読んだことある人って、今までの人生で一人も会ったことがありません。で、かくいう僕もですね、実は新曲は読んだこともないのに喋ろうとしてるんですね。で、僕はですね、新曲は読んだ、なんていうか、通して、読んだことないんですけど、このね、この版画本、この本はですね、昔持ってて、息子が社会人になった時に、プレゼントしてあげたんですけど、この本は読んだんですよ。で、この本の中どうなってるかというと、こんな感じでですね、見えますかね。版画がね、全ページ版画があって、その版画のページに対応する、文字がですね、出ていると。うちの息子はこれを絵本代わりに子供の時から読んでたんで、彼の頭の中には煉獄編とか、天国編とかの絵が絵本代わりに刻まれているのかなと、どんな頭の中なんだろうってね、素晴らしいだろうなみたいな感じでね、思ってしまいます。はい、こういうことでですね、この新曲を読んだだけなんですけども、あえて語ってみたいと思います。で、そうは言ってもですね、ちょこちょことは新曲を読んだことがあるんですよ。で、一番最初は中学の時にですね、NHK でダンテがベアトリーチェという永遠の女性をずっと愛してたみたいな、30分ぐらいでダンテをやったチャンネルがあって、へえと思って見てたんですね。で、当時ゲーテがファウストの最後に永遠の女性が我らを引いて、登らしむっていうのがあって、ダンテのベアトリーチェがこうオリジナルなのかなとか思ってたんですね。で、この大江健三郎のですね、懐かしい年への手紙というですね、これ僕2回読みましたね。大江健三郎さんの文体というのは翻訳を翻訳したようなわけのわからないお化けのような日本語なんですけど、これはですね、読んでいくとハマっていくんですね。お化けのような日本語だから1回読んだだけでは何書いてるかわからないみたいなね、とかあるんですけど、一番最初にね、静かなるグリーフ悲嘆っていう、これ確かダンテの新曲の中から撮ってるんですけど、この主人公はギーニーさんって人が主人公なんですけどね、ギーニーさんは帰ってくればダンテを読む習慣を変えていないとかね、この本の中にたくさんダンテの詩句の引用があって、ギーニーさんという人がいつもいつもダンテを読んでは解釈して、ダンテ学者みたいな、学者じゃないんですけどね、四国の田舎でなんかこう、武者小路実篤がやったような新しき村みたいなことを作りたいなみたいなことで活動している人なんですけど、その人が家に帰って毎晩ダンテを読んでいるっていうね、これもそのうちお話ししようと思います。で、そういうことでそれを読んでから、またダンテってやっぱ奥深いんだなって大江健三郎さんのおかげで、再度目覚めましてですね。で、これはね、岩波文庫だから、こんな岩波文庫の翻訳なんて今時の人が読んでも日本語として成り立たないぞみたいなところが多いんですけど、例えばですね、新曲の一番最初のこう文章はどんな文章で始まるかというと、我政治を失い人生の気力半ばにあたりて、とある暗き林の中にありきっていうね、これはほとんどの人間がこういう状態なんじゃないかなって思うんですよね。だから当時共感が多かったみたいです。で、ダンテはトスカナ語でこれを書いたんです、新曲をね。で、それまでのルネサンスまでのヨーロッパっていうのは、特にイタリアは、教会のね、ローマ法王の本拠地でもあるので、ラテン語で書くんですね。日本が藤原高専の娘がひらがなで土佐日記書くまでは漢文だと、そして江戸期が終わるまで哲学や宗教は漢文で書いてたのと同じですね。
公式なものはラテン語で書くっていうのがヨーロッパの習慣だったのを、ダンテが初めてトスカナ語でこんな対策を書いたんですね。そして、そのトスカナ語というイタリア語があまりにも素晴らしかったので、20世紀半ばに至ってもイタリア語はダンテの新曲の縛りがあって、それ以上イタリア語という言語は発展しないとも言われた。それだけ圧倒的なものだったんですけど、昔はベネチアのゴンドラの船乗りたちもですね、ダンテの新曲をこう歌いながら漕いでたと。誰でも新曲の中の節回しを知っていたというね、そんな国がイタリアだったみたいです。で、今第1曲のね、最初のところを読みましたけど、第2曲の始まり、日は傾けり、ほの暗き空は地上の生物をそのロープより解けり、ただ我一人心を定めて道と憂いの攻めに当たらんとす、謝らざる記憶はここにこれをなさん、ああムーセよ、死の神です、高き祭よ、いざ我を助けよ、我が見しことを刻める記憶よ、何時の徳はここにあるはるべし。まあ、これはこれからもうすでに帰ってきてですね、煉獄編と地獄編と天国編、これらの記憶をちゃんと記憶に基づいて書く力を死の神様に与えてくださいっていうことなんですけど、これはトーマスマンがファウストゥス博士を書くときに巻頭に掲げてるんですね、この今のまさにその部分をですね。はい、で、まあ、新曲っていうとですね、なんかこうもう宗教かかった神の真剣な言葉、まあ聖書の続編みたいな感じで考える人多いんですけど、何でしょうね、イタリア語だからよくわからないですけど、ディバイナ・コメディアだったかな、コメディアなんですよ。で、コメディアといえば英語のコメディですね。で、フランス語で例えばバルザックはヒューマニコメディ、コメディ、ヒューマンコメディだったかな、人間喜劇ですね、要は。バルザックは人間喜劇、ヒューマンのコメディを書いた。で、ダンテはディバインだったかな、神のコメディなんですよ。つまり、新曲っていう日本語はあまりにもぴったしハマって、日本語として成り立ってるんですけど、本来は神の喜劇なんですね。バルザックの人間喜劇で、ダンテは神の喜劇。で、まあ、このコメディの語源はアリストファネスというギリシャの喜劇、作家がね、喜劇の劇作家が、書いた、なんとかっていうギリシャ語が語源で、これやっぱりね、喜劇、悲劇に、ギリシャ悲劇は、ギリシャはね、ギリシャ悲劇の国ですから、悲劇に対して喜劇って言葉で、まあ、コメディって言葉が使われているんですけど、まあ、ただ、フランセーズコメディアってなんかね、フランスがラシーンの上演をするような、劇場もコメディってついてるから、まあなんかヨーロッパではこのコメディっていうのは劇って意味もあるのかもしれないですけどね。まあ、神の劇っていう感じなんですかね。だからこの日本語での新曲っていう、イメージはね、この新曲っていうイメージとは、まあ元々の言語で感じるところは、ちょっと神様の劇とか、神を軸にした喜劇みたいな、そんなね、イメージ、このコメディアってつけてることが、そもそもこうもうすでに日本人が新曲から受けるイメージと違ってきているんじゃないかっていうことなんですけど、まあさっき言ったようにですね、例えば、ベルギリウスがダンテと暗い森で、さっきのね、一番最初の深い森に入っちゃったって言ってるところで、君の泣いたスピリットを癒し、誠の望みをそれに、与えて育めっていう、なんかこれだけ覚えてるんですけど、そんな詩があるんですよ。だから人生半ばで、暗い苦悩の森に入った人が再生する物語なんで、これもね、やっぱモダンな日本語で翻訳すればまたとても楽しいんですよね。きっとよく読めると思うんですよ。まあ、なぜかダンテの新曲ってさっき言ったも完全に古文としての日本語になっちゃうんでね、これ読まないだろうと。これ3行読むのでも解釈しながら読んだら3行読むのに10分かかりますからね、1ページ読むのに1時間で、またこのさっき言ったこれはだからギーニーさんって人はですね、何十年もずっとしゃってダンテを読むんで、ダンテ以外の本が読めなくなるだろうみたいなね感じがします。まあ、しかし素晴らしいものなんで、まあ、ただね、これ古文でダンテ通読できる人はいないんで、まあ、ダンテはね、こういう本だったら、えいって開いたところを一節だけ読む。で、読んで味わってみる。まあ、要は、新曲、まあ、神のコメディは詩集だと思って読めば、きっと読めるなと。これ、通読なんか絶対できないですよ。通読した人がいたら、
検証を出してあげたいぐらいですね。はい、まあ、今日は以上です。はい、またお会いしましょう。ありがとうございます。